はい、新しいものが届きました。すごい豪華です。これは見たことないね。このグリップすごいね。この釣り竿みたいな、なんか先だけを買えなくなっちゃったので、うん、付け替え用がちょっと最近売ってないので、これは付け替えられるやつってことね。付け替えられるやつ。これにこれは吹き流しなるのかよくわからないけど、こういうリボンのやつ、イカのルアーみたいな感じかな、うんうん、それとこれは、ジャン君とポンちゃんの、2人で寝る用のベッドですね、うん、色としては高級感を演出しています、うん、これ何？霜降りの代わりに置く？うん、霜降りを洗った時に、うん、2人で入れる洗い替えがないって思ったので、うん、これを買いました。なるほど、うん、ちょっとじゃあ置いてみようか。はい、はい、入れたらね、はい、本当はこれに残したいんですよ、ジャンさん。はい、ジャン君は新しいものを見るとチェックしないといけない立場ですから、すぐ入ります。どうですか？入ってくれんの、ジャン君。嬉しいです。もうちょっと奥に入れてもよかったかな。はい、気持ちいいね。ふかふかだね。よかったね、りょうくん。いい感じ？はい、気に入りました。そして、こっちのスペースいっぱい空いてるね。ポンちゃん、ポンちゃんここ空いてるよっていうギャグできますよ。ポンちゃん、ジャスの横空いてるよ。ふん。はい、じゃあそのうち入るでしょう。はい、買ったばかりのお乳の、あ、こうやって伸びるのね。本当だ。ここではそんなに長く必要ない。でもあれか、短い状態でやっててこうやって伸びてっちゃうね、勝手に。自由自在ではなくて、自由自在ではなくて使ってるうちに伸びちゃうよってこと。あ、そっか。ピュッてやるとヒュッて伸びちゃう。伸びちゃうね。伸ばした状態でやんないとかね。はい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 。ちょっと離れないと。可動域は長いので、大きく、ほーら、ほーら。はいはい、短いところでもストッパーがあるといいな。まあ、それをまた力でさ、引っ張られると逆に、強くなってきてるね。あ、取れた。あ、はい、もう取れました。そっか、その付け替えができやすいっていうのはなかなか難しいね、うん、よいしょ。これが、このネックレスなんかでよく使われる玉のこれですね。これを留めるためのアジャスターみたいなやつがついてるんですが、それが、90度に曲げると取れるようになってます。わかるでしょうか。僕ね、昔アクセサリー屋のバイト長かったのですね、知ってるんですが、このように簡単につけられます。ということは簡単にこうやって取れます。これがまあ良し悪しだね。使ってみましょう。はいはい、うん、この
羽は確実に人気があることは分かったね、うん、特にシオン君ね。しおんくん、しおんくんが一番食いついてるね。はい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 。イカってレインボーリボンっていう。あ、そう。でもイカ、もう。アンズちゃんはもう一つだな。新しいものに警戒するかな。これで。これは大きいから警戒心あるかもしれないね。もうちょっと広いうちだとこれちょうどいいかも。うん。感じだね。ゴージャスだね。この紐の風を切る音。ポンちゃん好きっぽい。ポンちゃん好き、うん、ポンちゃんが一番さ、あの一番最初にもらった釣り竿、うん、ライチにすごい釣りたんだよね。ポンちゃん来てきた。おお、いいね、ポンちゃん、いい運動だね、ポンちゃん。はい、何回も爪を研ぐポンちゃん。興奮すると爪かむな、ポンちゃん。うい、飛んだ。ちょっとダイナミックすぎてダメかな。うち狭いな、やっぱり。狭いね。私もやっぱりちょっと短く今まで使えたら一番いいね。うん、真ん中だけでも短くあだからね、動いちゃう。ストッパー付きじゃないからってことかな。この長さがちょうどいいっちゃいいけどね。はいはいはい。緩い感じつけちゃう。うん。
ってみてください。はい、落ちる落ちる。あ、こういう時に伸びちゃうわけだね。はいはいはい。渓流釣りっていうかさ、なんだっけ、アユとかでこういうのを投げるのあんじゃん、うん、あれみたいに投げられるね、うん、狙ったとこに比較的こうやって飛んでいる。ただしスピードが速いからその人たちに怪我させないといけない、うん、どんどんこの人たちパワフルになってきちゃうかな。遊ばせすぎて大きくしちゃったらまずいかな。遊んだ方がいいよね。テーブルの中に入れてるからさ、女の子だからね。うん、あそこに楽しみ。ああ、水を撒き散らしたね、うん、今度は、じゃあ遊ぶ時にチャコちゃんだ。取っといた方がいいのかな。チャコちゃん、水の中に手入れてビシャビシャってやったのに全然気にせず遊んでるね。タブ君、うん、左手ビショビショになってんのに、君、うん、君、君、君。じゃあこれを止めると、ああ、シャーク飛んできた。